本当でも飛び出てくるのか。そしてアンカーとプレッシャー高い。先ほど4回を回っていたということを私言ってしまってますからね。さあ当然これは秀チャンスに鮮やかになってくる。そんなコマちゃんカラーとなったイエローがさあ宙を舞うのか。1回、2回、だんだんと増えていくということでしょうかね。その次はじゃあ何回ということになった。コマちゃんの頭の中には4回のバックフリップが入ってくるかと思いますが、さあここでもう一発捉えられるか。さあこれはちょっとひねりながら入ってきましたね。さあ体をひねって自由自在に、さあ残りあと15秒。さあコマちゃんの最後だ。コマちゃんの2010年度の最後にはやっぱりバックフリップ根性で来てる。3回、これがコマちゃんの根性だ。4対5回、これはすごい。さあこれがコマちゃんの強気のところでしょうかね。何が何でもやり遂げるという次回の8で準優勝という成績を収めている。さあそんな生駒純を今回は抜くことができるんでしょうか。さあ生駒純はこちらの中スペシャルな尾崎隆之を見せることができるか。おー来ましたね。さあ白い旗ひらりと光りました。さあここからドリンクしてもらおうじゃありませんか。尾崎隆之見てる方といえばですね、ポンともらってからおっとひねった。さあ 3D からのひねり技を間違いなく今日はいい調子。さあそして高い平田もうノーズスタンドバックリップ決まった。さあこれは三軒ちゃんだ。これは手が上がるのも完成度を高くしていきたいところでしょう。しかしこれは面白い戦いだ。もう一発バックリップ、バックジェットループでいっている。膝をピーンと伸ばしては後半に入ってまいります。後半に入ったところからよいしょと高く回った。これはバレルロール。さあなかなか完成度がいいという声も上がってきそうだ。そんな状態から2分間の中に結構ガイドに綿も入れている。さあこの辺りテールをくるっとしちゃいます。テールを持ってきた。もう一発ジャンプでバックリップかかっていいかな。2回、あっと3回、おお3回いきましたね。この後半が尾崎隆之いい感じで決めてもらおう。残りあと15秒。さあ残りあと15秒。さっきは5回連続だったがバレーロール。さあまだハンドルは磨くない。もう一発いくぞ。同時にバックバックフリップ。さあここでタイムアップとなった。タイムから4年前からこの XNJ がフル参戦をしている山田が慣れたもんです。さあ淀川選手安定勝利も見ているだけにここは縛っていきたいところ。さあマジでいきたい。そして高い。そしてさあここからアクセルワークを取りながらここは踏ん張っておきたい。2010年度、もう一発ここで先ほどからやった。これは綺麗だ。思わず拍手も出てしまう。かなり出ている。そんな風が出ているところからもう一発バックフリップ。さあこの辺りバックフリップを完成度を高く上げてきた。できた。ここで思いっきりさあ印象をつけておきたいところ。さあ淀川の続き、ここはできた。スリー。さあディスカバリーも入っていきます。淀川の続き、バットフリップ。さあ期待しちゃいますよ。エキスパートクラスターバットフリップ。これでまた急激スパート。さあ同じとこにいますからね。さあ気持ち悪いでしょ。タイムは終わっても、あここでやった手が上がったかな。さあというわけで2010年度茨城県からは